ここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び刀死人衆の前任者たちだ。先生、ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは3人分かれてのカッコ撃破に努めた方がいいと思う。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び刀七人衆を一気に殲滅するぞ。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい、押す。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。はっ、大方。ノーリキア。そいつはフォーズに満月。七人衆の中でも特に危険な男だ。感じ、ただ者じゃない。はっ、トヘビの人類に気をつけろ。お断りはどんなガードも叩き潰すぞ。これは注意する。熱いと息を合わせて。ムナシチンパチは爆刀手術。不用意に飛び込むなよ。あの刀、爆発の術式が書いてある。爆発に注意しろ。とんでもないわね。強引に近づくのは得策じゃないけど、やるしかない。大凶牙の使い手リングバルービー。大撃に投げつけ、雷を扱う忍びですか。動きと効果範囲に気をつけないといけませんね。Thank you.
アサッチャンネル！アサッチャンネル！勝負あり！激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は。加賀先生。